第三分冊第一章春の客。永禄五年の正月、信長は29歳の元旦を迎えた。まだほの暗いうちに彼は立って浴室に入ると、水浴びして身を清めていた。清水はかえって暖かく、白いものが立ち上っているが、それを汲み上げる間に水桶の底は凍りついてしまう。ほう、寒。井戸の周りで小姓たちが思わず白い息と一緒につぶやくと、しっと近所の侍が叱った。信長の耳へ入ると、何がと叱られるからである。また元日であるから、些細なことでご機嫌を損ねてもならぬという恐れからであった。水を持て、水を持て。汲んで運ぶのが間に合わないほど、浴室の中ではそれをかぶる水音がしぶき、元気のよい信長の声が聞こえていた。それお出ましと聞こえると、近住や小姓らが追うに慌てるほど、信長の姿はもう次のことに映っている。その朝、彼は衣服を正して清洲城の後ろの林へ歩んだ。霜深い木の感動にはむしろを敷き通してあった。この城の歴史よりも古くからある国の御柱の神前に座して、彼は廃棄して体中が凍るのも忘れていた。彼はその時、信長でもなく国主でもなかった。皇天の下、高度の上にいかなる恵みか、人間という命を結んだ一個の血あるものでしかなかった。こうした生命を何のために生かしきろうか、言うまでもなく高天高度に帰すべきであると彼も知るのだった。岩頂のひととき、分けてそれを深く思うべく、彼はそうして霜に座る霊を自ら立てた。そして京都の方へ向かって伏し拝んだ。立って歩みを移すと、そこから遠からずして祖廟の前に出る。ここは信長が居城してから作った先祖の御霊屋である。おそらくは生前、この父、今の乱世に生まれてどうして国を持って生きてゆけるだろうかと案じ抜いたままで世を去ったであろうと思われる彼の父、織田信秀の御霊もそこにあった。水を捧げ、光月とともに元旦の供物を備え終わると、信長は自身や小姓たちを顧みて、あっちへ行っておれと言った。はっと暖房を降り、十歩ほど下がって列立していると、信長はまた、もっとずっと彼方へいんでおれと手を振った。全く人気がなくなると、信長は父の石の前で何やら行ける人へ物言うように言って、やがては懐紙を取り出して両目を拭っていた。彼の父が生きていた頃の彼は、人も知るがごとき知教寺と言われ、父の死後も長年うつけの殿で通っていたほどなので、今日に至るまでも信長はめったに仏事供養などしたことがない。自分を苦感して自刃した平手中司のためには、さすがに清州寺まで建立してやった。だが父の霊前に手を合わせたりすることは、新人嫌いと言ってよいほどした試しがなかった。家臣たちもそんな姿の信長を平常に見ることはほとんどなかった。けれど石となった父に会うと、彼はただ手を合わせただけではいられなかった。知教寺の本性に帰ったように石へ呼びかけ、石へ向かってつい泣いてしまうのだった。故に信長は
そんな愚かさを家臣たちに見せなかった。見えない遠くまで遠ざけて、今もただ一人祖先を拝した。初ガラスの高根に木々の梢は紅を差し掛けていた。岩頂の礼を済まして、信長が本廓の広庭を大玄関の方へ迂回してくると、中門あたりからそのあたりまで、埴輪土器のような泥にまみれた武将とその部下が、仰天の下に白い息をひげに凍らせて、粛然と整列していた。信長の姿を見ると、将兵の列はザクと、愚足響きを揃えて図を下げた。大義。信長も言う、そしてねぎらった。早く休息するがよい。そして、のびのび正月をいたすがよい。これは、明けて去年の何月かに、美濃へ向けて出陣した後、そのまま木曽川の東岸に徴陣していたのが、暮れに帰還を命じられ、ちょうどその朝、未明に騎乗してきたものであった。美濃への出陣は去年の秋口から再三のことであって、その都度、木曽川の国境をついては引き、また越えては下がり、彼の反発を小当たりに当たってみるような小競り合いを繰り返していたものである。先に、柴田隊の武将柴田勝家も、佐久間隊の佐久間信盛も帰っていた。後にはほとんど物見たいぐらいな兵数しか残っていないはずである。身の入りは取りやめか、と沙汰する向きもあったが、信長は半年の目的は一応収め得たとしていた。また国境から大部分の兵を引いても大事なしと見ていた。なぜならば去年8月、斎藤義達の病死と聞こえたのは、その後敵の戦意や諜報から見てももはや確実なことだったからである。義達の子、辰沖に至ってはその暗愚を信長は行幸とはしているが問題にはしていない。それを打つにはまた自分には舅にあたる道山山城の神を恣意したる逆死を中すという人道の旗がある。ただ信長が大事をとっているのは彼にはまだ道山山城の神以来の不況と良い家臣のあることだった。今川義元を討ったとはいえ、にわかに織田の不況や兵数が激増したわけでは少しもないのだ。当夜勝って聖夜に一杯を喫すれば、昨日の田楽狭間はむしろ笑うべき一朝の無可生産となってしまう。まず三河と小和にあって、これは重臣たちの権限もあり、彼としても意を得た策であった。去年半年のうちの最も大きな収穫は、そうして松平元康との和名が成立したことだった。この松の内、その松平元康は、三河から清洲城へ会見に来る予定になっている。信長は大いに艦隊に勤めようと、その日を楽しんでいた。主なる進化を美濃境から呼び戻したのは、当日の正義をして、できる限り盛んにしたいという考えからでもあった。やがて、信長は内に入る。長い間、主君の姿を見なかった武士たちは、信長の姿が殿中の広縁へ遠ざかるまで、瞳を凝らして見送っていたが、休め、おのおのの詰め所へ下がり、休息のうちに沙汰に及ぼう。その上で随意おいとまをいただくがよい。武将の命令で隊は解かれ、黒々と崩れた武者たちの上に、初日は大きく昇っていた。その中に足軽約50人ほどを連れて城内の隅の方へ行く木下藤吉郎の姿もあった。留守組の同僚が彼方から来て真正面に出会っても、やあ木下と
うっかり呼びかけないほど彼の顔は日焼けしていた。ひげはあまり生えないたちであるが、肌は薪のように荒れ、兜ずれに額は剥げて、鼻の頭や頬は赤くしもげ、歯と目ばかりが白かった。正月だな。どうだ、帰るお城があるというのはなんといいものじゃないか。部下の足軽たちへそう話しかけながら行く彼のその顔は、しかし初日の出よりらんらんと元気であった。ねねは夫の長い留守の間に、養父浅野又右衛門の家から夫の家、霧畑の小さい屋敷の方へすべての荷物とともに引き移っていた。これは初めから談合の上のことであった。婿入りという形で婚儀は挙げたが、藤吉郎の一心は浅野家を継ぐには事情が許さない、いずれ中村の母や家族も迎え取らねばならぬ総領である。ねねも長女ではあるが、下には妹の親やもいることだし、というような話から、新夫婦は舅の元を離れて別に住むようになったのである。だが親やは姉のそばを離れ刀に、暮れから霧畑の方へ遊びに来ていた。ねねが急に人妻らしい変わりようをしているのに、親やは相変わらずまりばかりついてよく歌っていた。花の露ほど慣れ染めて、富士の雲ほど立つなやの。まりは時々柿より高く弾む。元日の霜はうららかに溶け始めていた。花に嵐も深ば吹け、君の心のよそへ散らずば。ややさん。柿のうちの水屋で姉の声だった。マリを手に止めて、はい、何です？あなたおいくつになったんですか？14。ご近所の方が笑いますよ。琴でも弾くか、お書き初めでもなさい。笑っても構わないの。お姉さまのようになるともうマリはつけないでしょ。木綿藤吉米五郎座、隠れ柴田にのけ佐久間。ややさん、また何ですか？そんな歌歌うもんじゃありませんというのに。あら、およしなさい。町の流行り歌なんかもっといいマリ歌があるでしょ。お姉さまは本当に勝手ですね。この歌はお姉さまが町から覚えてきて私に教えたんでしょ。親やの理屈に負けてしまったのか、柿のうちの声は黙ってしまった。親やは柿の隙間へ顔を寄せて、台所に見える姉の姿へ、奥様、若奥様、木綿藤吉の若御寮様、どうしてお黙り遊ばしてしまったのですか、とからかった。浅野家の弓長屋以上、ここは隣近所が耳近いのである。ねねは顔を真っ赤にしてしまい、ややさん、とねめるまでして家の奥へ隠れ込んでしまった。お姉さまが、お姉さまが。親やはうれしがって思わずマリを宙へ放った。ポンとつくと前よりまた高く上がった。またつく、またつきながら道を歩き出した。すると誰か、出会い頭の武者が手を出してそのマリをついた。下手くそな手に疲れたマリはすぐ横へ飛んでいってしまった。親やは丸い目を見張って、あら、とその武者の顔をにらんだ。よく見るとそれは姉婿の藤吉郎であった。ゆうべ一夜城内に過ごして、2日の今朝帰宅してきたのだが、まだ戦場姿のままなので、全くよくよく見ないとわからないような顔をしていた。お姉様、お兄様が帰りましたよ。お兄様が。
駆け込んできた親やが絶叫に近い声で家へ告げた。元より藤吉郎の帰りは前から知れていた。お城へは昨日着いたが、何かとお役目向きの相談や始末もあり、今夜は城内に泊まるが、明日は帰るとの夫の使いを受けて、ねねは今朝から待ちわびていた。朝の化粧も何かの家事、常と変わらないつもりでも、どこかいそいそする風が親やの目にもわかると見えて、親やまで浮き立って姉をからかったり、マリを抱いて外へ出てみたりしていたところなのである。ねねは親やの慌ただしい告げを聞くと、ごんぞ、旦那様がお帰りになりましたぞえ。若党のごんぞへ伝え、自分も共に立って門口に出迎えた。親やも姉のそばに立った。しもべも立った。可否も立った。皆で五六人の、これが木下家の総家内であった。先ぶれした親やから一足遅れて藤吉郎はニコニコしながら歩いてきた。少人数の家族ながら、またささやかな一個の主だが、その瞬間は厳粛であった。一条の主の凱旋も気持ちの上では同じものだった。ねねの手に習って皆膝まで手を下げて、心から頭を下げた。帰った、藤吉郎が言うと、お帰り、遊ばしません。家族も声を揃えた。ねねの目は潤んでいる。まぶたの中の白玉に正月二日の日がキラキラしていた。ねね、留守中ご苦労であった。陣中からやった手紙は見たか。いただきました。あれには当分帰国もおぼつかないとしたためたが、この正月に皆の顔がこうして見られようとはわしも思わなかったのだ。いや、綺麗になったな。と我が家の様や門前のほうき目だった往来など見回して、やはり妻は良いものだ。よく人は戦場では独り者の方が心置きなく戦えるなどと申すが、嘘だな。まことの良い女房なら、留守城には女房がおるという安心のあった方が、どれほど戦場で気強いか知れぬ。まあ、仰せられますこと。ねねはえくぼへかけて、目の内の白玉を放りこぼした。嬉し泣きして夫と共に家へ上がった。独身でいた頃の家とは同じ家でもまるで見違える。塵一つない。どこを見ても妻の手が光っていた。その光のうちでも藤吉郎の心の奥がまで差した大きな光は、まだヒノキの板も新しい神棚の一水の見明かしであった。また次の間の仏壇の明かりであった。設けられてある主人の人手に座る前に、彼は御榊の下に座して両手を使え、また下がって次の間の仏壇へ詣でて手を合わせた。元より独り身の頃は神棚もなかった、仏壇もなかった。同時に家中に差すこんな輝きもなかった。仏壇といってもねねはまだ夫の縁素も近親の個人も知らなかったので、ただ一体の弥陀如来の事物をそこに祀っただけのものである。けれど黙拝した夫はそれで満足したらしい様子なので、密かに心を休んじた。そうしてやがて具足を脱ぎ、小袖を着て自分の体になると、藤吉郎は、さあ正月だ、ねね、わがまま言うぞ、真っ先に風呂だ。何？沸いているか。カミソリも備えておけよ。それから食べたい。そちの炊いた飯が食いたい。身を斜めに座り崩して、長々と足腰を伸ばした。中村から送り届けてよこしたという母が手つきの餅も食べた。
ネネが心を込めた草草の料理も食べた。トソも汲んだ。めでたい。それで彼は寝てしまった。大満足の寝顔であった。二三日は年賀の奉客が来る。東礼に出かける。瞬く間に松の内も早過ぎようとする。六日の朝だ。彼は早朝から出仕した。清掃だが、わらじあばきという支度である。持ち足がある。50名ほど引き連れて、熱田まで出向いたのである。熱田の町の綺麗さ。その朝は、街道筋も塵一つない。小溝の水までが美しく底を見せていた。宿駅の入り口から、熱田の宮のあたりにかけ、沿道には、織田家の人数が整列して待ち設けていた。やがて、今日、清洲城へ参考あるという三河岡崎の松平元康を出迎えるためにであった。信長からのお迎えとして、ここまで人数を引いて出向いていた、名代役は、林佐渡、滝川一益、菅谷、黒右衛門の三重臣であった。藤吉郎もそのうちの何の組かに入っていた。けれど彼の人数のごときは遥か下の方にあって、町屋の軒場に佇み、主君の気品が通る往来の馬糞を吐き取らせたり、野良犬を追ったり、辻の戒めに気を配ったりしているに過ぎないのである。宮の森に日もうらうらと高くなった頃追いである。松平元康の先駆けは足並み揃えて街道を打たせてきた。弓の列である。少し隔てて一軍の騎馬隊がさんさんと手綱靴輪を揃えてくるのが見えた。中ほどにある年始まだ21、22歳の若干が元康その人だった。何か用も投げに通りすがった人のように平然と安城に揺られていた。けれど前後を取り囲んでいる三河譜代の面々はさすがに鉄のようにこわばった顔をしていた。一発の隙もない緊張を示していた。石川数正、酒井忠次の両家老以下が固めている。いかに和議はなっても満ちあふるる春光と平和は歌われても、ここの地上は40年以来、互いに父祖の代からしのぎを削り合ってきた敵地である。初めてこうして40年ぶりに平和な服装で国境を越えたのである。感慨なきを得なかった。と同時にまた心の底からの安心はなし得なかった。車前へかかる。元康は馬を降りた。急速。信長から向けられた出迎えの者に対して挨拶がある。そして再び列は進んだ。三河衆の友人は総勢で120騎と数えられた。元康の随身たちも清洲の町へ入ると初めて和んだ瞳となった。城下の空気でわかるものがあった。清洲の住民は元康の姿を仰ぐに冷淡でなかった。心から和名の成立を喜び、平和の客、春の気品として元康の一行を迎え合った。城内に入ると信長は自身本丸に出迎えて、ほぉその人へ感じと笑みを向けた。元康は駒を預けて、同じように微笑をたたえつつ、信長の前に立った。元康です。どちらも若い。元康は21歳、信長は明けて29歳だった。その元康は、まだ馬の手を離れない6歳の頃に、この織田家に人質として送られたことがあった。それからまさに15年目。今日は平和の客、春の気品としてこの正義に迎えられているのである。
元康自身よりもその間の人苦辛酸を忘れられない三河譜代の老臣たちは万感こもごも胸に迫って密かにまぶたを厚くしながら若い両大使の好感を眺めていた。客殿にはやがて狂宴が張られた。今の織田家の浮力として今日の国賓には大大な礼を取った。善尽くし美尽くしたものであった。信長は主賓の元康と並んで座った。いずれが上座いずれが下座という体もなかった。絶えず二人がにこやかに笑み交わしている様が遥か末席の群臣からも眺められた。藤吉郎も時折遠くその光景を見ることができた。しかし彼の席は客殿の末も末、そして一段下がった廊下外であった。けれどお流れの杯は廊下外の爪侍の列にまでやがて順に回ってきた。藤吉郎の手にそれが渡ってきたのは何百人目か知れなかった。いや、こんな良い日はない。なんと大平な。ご当家にとってはまず何十年ぶりでこういう平和に恵まれたことか。先代信秀様以来まずないことじゃろう。それは三河殿にとっても同様な気でござろう。千秋万歳、もう一献お回し願いたいもので。廊下外は気楽でもある。密かに主賓の下馬評さえ様々に囁かれていた。ある者は元康の人品を加減温用だが武略にかけてはどうかと言い、ある者は元康そのものより今日連れている随身の中に秀でた骨柄のものがある、家臣に良いのがいるのだろうと言った。ぜぜひひ見る目はいろいろであった。藤吉郎はそれらのささやきをさまざまに周囲に聞いていたが、誰の評にもよく見たと感心するような言葉は聞かれなかった。彼は彼だけに見たところを一人胸に畳んでいた。彼が感じたところは元康があくまで信長と対等にいることだった。下りもしなければ思い上がってもいない対等の姿であった。本来なればこうあるはずはないのである。元康は織田家に大敗を受けた今川義元の人質だし、しかもその一ばっかに過ぎなかったものなのだ。国力から言っても三河の財政は織田家のそれよりもはるかに悪い状態ではないか。それが桶狭間の敗戦後わずか丸二年と経たない間に戦勝国の織田家をしてこれほどな待遇を設けさせ、29歳の信長と平等に席を取って少しも見劣りのしない21歳の元康というものはそう簡単に歓迎すべきものではない。そう藤吉郎は考えて、ふと廊下外の板敷きにかしこまっている自分の年齢を思うともなく胸の内でつぶやいている。俺も一つとってこの春は27になったのかと。身分は足軽50人預かり、年は27、体はまず健康。中村の里には何でも喜んでくれる母はいるし、家には良い女房がいる我。藤吉郎は何の不平も覚えない。むしろ今日の自分をも祝福し、これも勲功の恩である。もし信長が10年前庄内川のほとりですがった自分を拾い上げてくれなかったならばと。お流れの一献もあだには飲めなかった。信長の目が見えているといないとにかかわらず心から押しいただいて飲み干した。縁も竹縄の頃、主賓と信長とは看護の間に、もし松平殿が天下の将軍とならば織田はそのばっかに従いましょう、もし織田家が天下の将軍となったら松平殿は織田のばっかに従いたまえ、
とか約束したなどと、後に側近の者は言い伝えたが、真偽のほどは信じられない。何せよそれほどに両者の看護が親密に見えたことは事実に相違ないけれど、それはさておき、織田の軍神が一興を喫したのは、この改名が行われたすぐ明くる日、元康は今川領の上の郷の城を攻め、城主の宇戸の長照を切って、もう陣頭の使徒となっていたことであった。第二章、スノマタ。その年の三月だった。百花の匂いも、春の光も閉じ込めて、表情の間は暗かった。昼だが、ところどころに火が置いてある。出入り口には、見張りの侍が眼光を研ぎ立てていた。誰でもよい。意見あらば意見を述べよ。信長の声であった。席としているのだ。いながれている家中の顔に、ところどころの火ばかりが赤く揺らぐ。外には春やうららかに小鳥の声が遠くする。しかし、ここの薄暗い火と、たくさんな侍どもの顔は、戦気に燃えていた。所存はないのか、何も。重ねての声の時である。愚見ござりますが、勝家か。はい。柴田勝家が述べた。ただいま、大勢出しの角俣に、ご築所墓のお企て、誠にご知略にはござりますが、知と無謀かとも存ぜられます。知略なりとも褒め、無謀なりともいい。どっちなのだ勝家。忌憚なく言え。されば、あの地形に味方の一塁を築くなど、所詮言うべくして行われぬことと思われまするので。なぜ、知性見学、自然の力には人もこうしえません。また敵もおめおめと見てはおりません。必然無数の贄のものを出して、結果はついに不成就に終わること、火を見るよりも明らかかと思われます。勝家の意見に続いて、同様に考えられます。柴田殿のご意見、至極と思われます。自分義も、手前も。などと述べるのが大多数であった。信長は、と口を結んでしまう。気に入らないのだ。しかし周知は自分の考えに合致しない。無謀という勝家の説に、ほとんどが同意見らしい。老臣林佐渡も、一族の織田景湯も、名古屋稲葉の神も、佐久間も庭も、その周知へ正しながら、実は信長の心こそ周知へ合致しないのであった。周知はいつも常識である。信長が欲しているのは、一見常識らしい常識ではなく、もっと飛躍した知恵の新鮮を求めているのである。新しい知恵も、またすぐ常識化してしまうが、信長はそうした経験済みの知識をもって、常識化ぶる者の多い周知に、いつも飽き足らないのであった。その問題の角俣というのは、美濃の国境で、美濃の攻略には、どうしてもこの辺りの要害に、織田の足だまりが欲しいところなのである。雪が溶けて2月に入ると、再び美濃入りの西軍は、続々国境へ差し向けられていた。十九条あたりに兵を置いて、時折敵の興を伺い、諸所に放火したり、奇襲的な小さい効果を狙っては、引き上げてきたりしているが、そんな程度では、義立つなく、立つ置き暗愚なりと言っても、大国、美濃は微動もしないのである。
どうしてもかっことした要害を締めて腰を据えてかかるためにも、すのまたに味方の一条が欲しいのであった。だがいかに砦作りでも一条はそう簡単には気づけない。しかも敵国の目前でする仕事だし、一朝雨でも降り続けば木曽川と角俣川の両対岸は氾濫して、たちまちそこらは洪水となってしまう地形でもある。そんな折を敵に図られて大挙襲いかかってこられたら、遠兵は間に合わないし、よしや援軍が来たところでどうしようもなく全滅となってしまおう、というのが勝家らの唱える常識であった。常識はいつも動かしがたい真理のように、知識人の雄弁によって余計論人の盾になった。一応意見として聞いている顔はしていたが、信長は勝家などの言う理論に決して肯定したのではない。むしろ不満であった。方程式の常識論など聞く耳は持たずといったような風さえ伺える。しかし信長には信念はあっても、彼らの常識論を言い破るだけの論拠が見つからないらしかった。単に不満なる意志を表にみなぎらせるしかない沈黙であった。当然評議の席は沼のように声を潜めてしまう。勝家や林佐渡らの主張と、それに飽き足らない主君の顔つきとが一同の口を封じてしまったごとく、しばらくしんとしていた。お、藤吉郎。突然信長が名を指した。はるか末席の方にいた彼の顔を信長の目は見つけたように呼びかけた。藤吉郎、そちの意見はどうなのか。遠慮なくそこにて申してみ。は。返事が聞こえた。しかし上座の重臣たちにはそれを振り向いても姿が見えないほど遠い末席であった。申してみ。重ねて信長が言う。自分の意思を自分に代わって述べそうなものは信長の目で、この大勢の家中にも彼しかなかったのであった。柴田様、林様、その他重臣方のご意見はさすがに自理分明、ごもっともなご意見と拝聴いたしました。藤吉郎はそう言いながら席から少しずり出して信長の方へ両手を仕えていた。なれど、人の思慮に及ぶほどのことならば、敵も図って対策をいたしますゆえ、兵法とは申されません。敵の予測しえない上に出て戦い、敵の思慮の及ばぬところに備えをするのでなければなりません。その点から角俣の蓄財は断じて打つ手だと思います。水を恐れては川に築城はできません。敵を恐れては敵国へ打ち入ることはできません。誰の目にも至難無謀と見えることをも、至難でなく無謀でなく人知と誠をもって行い通してゆくところにご勝利があるものと存じます。信長は何度もうなずいた。そしてなお黙り返っている一同の上を見渡して、今度は意見を問うのではなく言明するよぼに言った。美濃へ打ち入らんには、角俣に一塁を築いて足がかりとするほかに兵法はない。誰にてもあれ、この信長のために身命を押しつる覚悟を持って角俣に一城を築いてみせるものはないか。成し遂げた者をば美濃攻めの先頭を第一の武勲とするであろう。藤吉郎は一度進めた膝を人々の間へまた引いて、それには感知しないような顔をしてまっすぐに向いていた。彼が心の内で多分今にと憶測していた通りに、やがて柴田勝家が
信長の厳命に応じて、それほどまでに殿のご決意の敵上は臣下として何をとやかく論議いたしましょうや。君命山より重し、我々重臣どもとていたずらに敵を恐れ大河に気を飲まれてお諌めした次第ではござりません。と言った。勝家はわざと藤吉郎の名も口にしなかった。彼から見れば論議の相手などにするのは不快でもあり、また藤吉郎を認めることになるからだった。そしてまた藤吉郎などへ訓命が下らないうちにと、慌てて佐久間信盛こそ適任であろうと推薦した。信長もそれを入れて即座に信盛へ3000の兵と5000の人夫と多額な軍費を授けて、角又へ立たせた。雨季に入った美濃の山野は、毎日さみだれの底に浸されていた。どうしているだろう、角又へ出向いた組は。築城の方は少しは進んでおるのだろうか。晴れ間のない雨空を仰いでは、清須の人々は噂していた。5000人の妊婦と3000の兵を連れて、佐久間信盛が角又へ立ったのは、ちょうど3月の初旬頃であったから、もう2月余りは過ぎている。出発の際、負傷、退任を受けて、築城に取り掛かる以上は、遅くも夏までには仕留げて帰る。と、信盛は、豪語して立ったそうだが、その後は、一向に墓ばかしい消息も聞こえなかったのである。すると、尾張の領内でも、庄内川や各地の河川が氾濫して、おびただしい水害が、案じられていた折も折、角又の大工事は築きかけた材木も石も職人小屋も人世のうちに皆洪水に押し流されてしまったという早口が御城内へ着いた由が、早くも一般の耳から耳へと伝えられていた。案の定その世から明くる日へかけて、惨憺たる敗走者が国境を退いて清須へたどり着いてきた。佐久間信盛以下の将兵や妊婦たちであった。聞けば、大光岳の山外で逃げ帰ってきたのではない。美濃の兵は、今日この頃の雨季を待っていたものらしく、角又一円が濁流に浸されると、いかだ軍を組織したり、かねて川を越えさせて山野に隠しておいた騎兵を鼓舞したりして、佐久間信盛の陣へ一斉に襲撃してきた。尾張勢はひとたまりもなく大敗の憂き目を見せしまった。築城墓中の角又の陣地と何百という戦死者とを捨てて、ほとんど命からがらの体で清須へ退いてきたものであった。洪水に溺れ死んだり、あるいは敵の手に撃たれた者など、総数904名の犠牲者が数えられ、その他5000の妊婦はその半分の数も生死不明で、清須へも帰ってこないのが多かった。自然の力には勝てぬ。信盛は近親の者にそう嘆声を漏らしたが、信長への報告を終わると、攻めを待つ気で謹慎していた。信長はしかし信盛の大敗を咎めなかった。不可抗力であるとして、勝家変われと即日柴田勝家を総軍の奉行として再出発させた。だがその勝家もやがてまた美濃の奇襲と、雨さえ降れば出る水に苦しめられて、何の功もあげずに帰ってきた。無理だ。そもそもが無謀な計画というものだ。誰が采配を取ったところで、あんな地の利の悪い、
しかも敵国の目と鼻の先へ城を築くなんていう無法が仕留げられるものではない。美濃の斎藤に人間がいないならばまた別問題だが、勝家が言わせなくても生きて帰ってきた者は皆口を合わせて築城の指南を言い、現実の苦戦を訴え、そのことの無謀を非難した。だが信長はそういう世論にくじけて思い止まる性質ではなかった。影湯、変わって参れ。三度目の任命は信長のいとこの織田影湯左衛門に下った。もう一族の者をやる以外に適当な人物もなかったからである。けれどその影湯左衛門も任地へついてまだ築城の石や材木もろくに運ばない間に、鳴海付近の激戦で部下半数とともに枕を並べて戦死してしまった。佐久間、柴田、織田影湯と続いて三将ともに築城には失敗するし、敵には惨敗を受けるし、兵の死傷はおびただしい数に上るし、城内城下の世論は俄然、初めから知れている暴挙だ、それにも懲りず暴挙を押しなさると暗にではあるが、攻めを主君に帰して信長の不明を難じる声はようやく高まってきた。桶狭間の行幸がかえってお家の害になった。勝って慎むのお考えなく思い上がっておいでられるのだ。密かにはそこまで露骨にささやく家中もあった。しかし早々は国費も続くまい、おいとこの影湯様まで戦死されてはいかな無理押しのご気性でも今度は杭を噛まれたに違いない。戦没者の葬儀なども終わって一片付きすると秋風が吹き始めた。世論に耳のないような沈黙を見せて信長は夏の終わりを過ごした。柴田、佐久間など一時不守備にしょげていた面々が、どうだ、わかったろうと言わぬばかり、秋とともにそろそろ大きな顔して殿中を歩いていた。その殿中を今足早に、木下うちは、木下うちは、爪の孫とを覗いて探している金獣があった。木下はこれにおります。いずこからか出てきて藤吉郎が何か訓足の用向きを受けたまわると、金獣は早くと念望をして立ち去った。藤吉郎は心の内でついに来たなと一人うなずいたことだった。彼はちょっと小部屋に隠れて刀の口外で櫛を撫でつけた。そしてすぐ信長の前へ出るべく行った。ついに来たものとは言うまでもなく、すのまたの問題と彼は直感していた。当然これはいつか自分へ回ってくる。ほとんど信じて疑わなかったものである。果たして信長は彼の姿を前に見るとすぐ言いつけた。藤吉郎、この度は措置に命じる。明日中に角俣へ発足せい。は。藤吉郎の受ける手意を信長は見つめていた。そして重ねて、どうじゃ。身に過ぎた退任ですが、ありがたくお受けいたしまする。奇形があるか。いや、別に。ないのか。奇形はございません。ただいささか生産はござりまするが。その生産を聞こう。いかなる生産なるか。築城のならぬ原因は水地と地の利の不利でございましょうが、何十はそれじゃと皆申しおる。自然の力には私もこうしえません。先の三将方も水地の難はご承知でありながら、
工事の致し方を側分するに、その自然の力へ向かって尽力で打ち勝とうとなされたようです。間違いはその精神の持ち方にあると存ぜられます。手前は凡人ゆえ、あくまで水の心のままに、水の動きたいままに、水を導いて水地の功をしとげてみる考えでございます。水の心とは、雨水のあふるるにも、大河の本流にも、水そのものには心があります。小さき人知尽力をもって、その本然の心を無理にせき止めたり歪めたりしようとすれば、一朝の嵐には必ず行かれる洪水となって、高知の石材木はおろか、無数の人命をも押し流してしまうに決まっておりまする。藤吉郎は、そちはわしに聖堂を説いておるのか。いえ、すのまたの築城のことでございます。難事は水害の妨げのみではないぞ。築城中にもうるさく寄せくる美濃の兵に対しても、そちは何ぞしかとした称賛があるか。その儀はお気遣いには及びません。自分においてもそれはさして重大には心得ておりません。重大でないと。さればです。藤吉郎は信長の真剣な表を微笑みで見上げて、佐久間様、柴田様、影湯様と御当家にいても名だたるお方たちが皆相続いて惨敗して引いた後でござります。敵は勝ちに慣れて肝をおごり案じ抜いているところへ、織田家の抜敗でもまだ微力若年の私が四度目の処母として参れば、おそらく敵は笑うでありましょう。やよ見よ、織田の家中でも足軽に毛の生えたようなのが気負った。いかなる城を築く気か。この度は思うがままに築かせて、出来上がったところを一挙に踏みつぶしてやれ。こう敵は考えるやと思われます。いや、そちの考え通りに来なかった時は臨機応変。違いないが、殿、藤吉郎の想像は多分間違いないかと察しられます。敵に策士あれば、こちらに城を築かせておき、しかる後に攻め取って、織田家が身の入りの足がかりにせんためのものを、逆に美濃が尾張を合わせのまんず足場とするくらいな使者は斎藤家にもあるべきにござります。なるほど。では改めて問うが、そちはそれほどな生産を持ちながら、なぜ須の又の評議のあった当初に進んでその計策を述べ、自身大役を引き受けて出なかったか。いや、私とても真っ先に須の又へ赴いたら、柴田様や佐久間様と同じようにからき目に合わされておりましょう。武略にかけては所詮あの方々に及ぶべき私ではございません。それに彼が言葉の息をついだしぼに、信長はやや斜めに胸をそらし、何か感じ入った体をした。それは自分を偉く見せようとか、得意げに調子づくとかいう、誰にもありがちな飾り気の全く見えない、あまりにも正直すぎるくらいな藤吉郎の淡々たる舌の根に、妙味というか呆れたというか、とにかく信長の心でもちょっと押し量りきれないものが、信長の顔を包んでしまったように見えた。この男、油断ができない。と信長が密かに胸でつぶやいている間に、吉郎はもう至って虚飾も言い回しも知らないような言葉で、ですから手前は実を申せば、わざとご評議の当初には差し控えておりましたわけです。いや、ちと前後しましたが、私ごとき末敗がまた柴田
佐久間様などを差し置いて第一に角又また築女房の大役など拝して赴いたとしたら、家中の方々も誰の眼鏡とばかりは申しません。あまりにエコとも評されましょう。しかし今日となれば誰も羨みそしるものはございますまい。猿目もあの折口を出したとがで、角又またへやらるるわと小気味よく申すことでしょう。ゆえに敵へも味方へも今日藤吉郎がお言いつけを受けることは最も慈悲を得たものと存ぜられます。目を閉じて聞いていると信長は自分のために世事平成にも通じている軍師が角又を例に引いて講義でも聞かせているようにすら思われたが、目を開けばそこには人一倍図の低い足軽五十人頭でしかない一個の平侍がベタと平伏しているに過ぎなかった。よし行け。信長は傍らの塗り箱を小姓の手から授けた。特に采配を賜ったのである。藤吉郎は初めて信長から一個の姓として許されたのであった。ねえねえ、帰ったぞ。時ならぬ夫の帰宅に、おや、常とはお早いお引け時のようでございますが。出迎えると、いやいや、またすぐお城へ引っ返さねばならぬ。寸時別れに来たのだ。藤吉郎は奥へ座って言う。侍の妻には常にいつ来るかもしれない別れの予測と心構えがある。ねねの眉はかすかに悲しんだ。お別れとは？明日角又へ発足する。え、角又へ？絶望に近いものがねねの胸を墨のように濁した。まあ心配すな。むしろそなたを喜ばそうと思うてちょっと帰宅したのだ。近いうちにな。と藤吉郎は右の手のひらを出してねねへ示した。この手に一条が乗るであろうよ。わしもとうとう一条の主になれる。もとより小次郎だが城は城。ねねは下せない顔だった。それを藤吉郎は笑って、下せまい。まだこの世にない城だからな。これからわしが行って自分で築く城だからな。座ったかと思うと湯一つ飲んでもう彼は立っている。留守頼むぞ。中村の羽賀者人へ何ぞの頼りを怠るな。姑ご姑たちへよしなに。よいか。それから召使いはいないかと藤吉郎は見渡した。そうして自分と共に立ちかけるねねの顔を、その頬を両の手で押さえて、そなたも風邪ひくな。かつてめめしい涙など見せたことのないねねが頬を夫の手に抱かれたままぽろりと涙をこぼした。あまりに夫が快活なのは、むしろ妻に不安を抱かせまいとする心やりであろう。角又へ出陣して生きて帰った彰子は稀である。そう思い詰めたのだった。藤吉郎もいつまでもねねの方を押さえていた。じっと見つめた。初めて妻の涙を見たからである。バカ。いきなりもっと深々と胸の中へ妻の顔を抱きしめてやってから、彼はそう言いながら邪険なように突っ放した。何を泣く。やがて一条の主の奥ともなるものが。大股に濡れ縁まで出て、ゴンゾおるか。ゴンゾ。若党を呼び立てると、はい、ご用にござりまするか。ゴンゾは駆け寄って彼の眼下にひざまずいた。この書面を持って大急ぎで使いいたせ。
もう城内でしたためてきたものらしい。懐の中にそれはもう書かれてあった。どちらへでござりますか。密封ゆえ、宛名は封の下に記しておいたが、海東軍の八塚村までだ。八塚村へ。小六殿の屋敷をお前知らないか。土豪の小六殿だ。あの信氏の。うかとでも失礼な源氏あってはならぬぞ。わしが今、御城内から乗ってきた馬が、角辺に繋いであろう。それへまたがり、すぐ飛んで行って来い。心得ました。お返事は城内へ持って参れよ。お、家にはおらぬから。その晩はすでに武装し、藤吉郎は城内に詰めていた。新たに彼へ退任が下ったと、早くも知れ渡って、家中の取り沙汰はふんふんとやかましい。ぜぜひひ、種々様々だが、もちろん火となすものが多い。だが、愚足に五体と単身を固めた藤吉郎は、避難、反目、長部、一切に耳もないかのごとく、城内武者だまりの床場に将棋を置き、よもすがら出兵の人員、大吾、二打、軍需などに渡って指図していた。まず城内なので、もとよりその発令は信長から直接に出ていた。信長も奥にあって、今夜は眠らずにいるらしかった。絶えず藤吉郎の手元へ、伝言や書き付けの指令が来た。そのうちに一部下が、ただいま、ゴンゾとやら申す屋敷の若党が、お使い先より早馬にて立ち帰りましたが、と告げてくる。もう至高に近い頃だった。藤吉郎は待ちかねていたかのごとく、彼の姿を見るなり早口に。早かったぞ、ゴンゾ。して小六殿はいたか。わしの書面手渡したか。確かに、これにお返事も携えてまいりました。大義だった。帰れ。はい。ではすぐにおいとまを。このまま明日は出発する。留守中、ねねの身の回りなど頼むぞよ。ゴンゾが去ると間もなく、またも信長からの金珠がかけてきて、すぐに、と何か召し呼ばれた。急ぎ足に藤吉郎は本丸へ行った。信長は屋外に万幕を張らせ、そこを参謀本部として、北間傍らの茶屋で休息を取るくらいな程度で、夜を明かしていた。藤吉郎です。帳を覗くと、そこには、丹羽、柴田、佐久間、その他の重臣が皆詰め合っていた。じろりと冷ややかな目が、一斉に新しく抜擢された一将校の彼に注がれた。なんじゃ、木下。殿のお召しと受けたまわって参ったのですが。うん。殿には今、ややお疲れの体で、お茶屋に入ってご休息中だが。そうですか。では。首筋をめぐらして、彼は木立の間の茶亭を伺った。侍女に茶を立てさせて、信長は一服飲んでいた。藤吉郎の声がすると、すぐ立って茶室の端に腰をかけなぼした。藤吉郎か。そちは信長が授けた三千の兵数を不要なりと称して、わずか十分の一の300名に書き改め、その指図書きをば重臣どもへ突き返したそうだが、一体いかなる所存か。柴田佐久間の老朽ですら、三千の兵と五千の人夫を引き伏して、あの敗北を遂げたもの。いかにその方に気略ありとも、余も300の小人数で使命を全うする目算もあるまいが。いえ、ないわけでは決してございません。あると申すか。年々の五千匹、相次ぐ敗戦の苦杯、この上にも国財を乱費しては、戦いに勝っても、湖内政に敗れましょうが。何のこの後に。いや、御財政のみでなく、多岐には多くの人命を巣の股に捨てさせております。これ以上大事な兵を粗末に失うことは、賢明な策ではございますまい。故に、藤吉郎が指揮する上は、
敵の職を喰らい、敵地の資材をもって築き、御家人以外の人力を用いて、すのまたの一城は築き上げたい所存なのでござりまする。味方の兵力を費やさず、また領土の資材を消耗せずに、目的を完成してみせる考えで、という藤吉郎の言葉に、大概なことは飲み込む信長も、さる、正気か、と疑うような顔をした。その顔色を敏察して、お案じ、遊ばされますな。藤吉郎はまず行って、その市中の秘策を打ち明けるべく、信長へ人払いも願った。そちたちも遠く引き抜いて、この間この間を見張っておれ。信長は小姓へ命じ、さて、衆従二人きりとなって、藤吉郎、敵地の資材をもって敵地に気づくというのは、世にもわかるが、味方の兵を用いず、損なわずに戦わんとは、世にも下せぬことである。さような気略があるなれば、信長、膝を屈しても、そちに教えを請うであろう。何の恐れ多い。藤吉郎は一層知恵表をつけて、実は手前、少年の頃、職を求めて、美濃、近江、伊勢、また御領内の金棒など、諸国、ここ暗くなく、さまよい歩きましたうちに、海東軍に住む土豪の信氏どもとは、分けて懇意にいたしました。ご存知やもしれませぬが、八塚村の小六と申す者の屋敷に、わずかながら下辺働きしていた縁子などもござりまして。それで、彼らは時を得ない相撲の勧誘でござります。武勇あれど、用いる人がありません。導く知者に会いません。また、ご領主なるものあるゆえに、あたら頭上の風雲も虚しく見過ごして、皮肉を嘆じているやからです。ですから時に棒を働き、地を乱し、徒党となっては軍刀と返事、参じては領民をかすめ、信せり、信氏などの名をもって呼ばれていますが、その本質は高校任教です。社会の情木を逸した、胸骨と精悍なだけに、よくそれを導けば、天下の領民とはいかなくても、乱に用いて乱を収めるには、たる者どもでござります。それらの信氏は、五領家だけでも、三四千人はおりましょう。小幡、三栗屋、信濃、篠木、柏井、幡川などの各所に偏在して、おのおの、神には頭目をいただき、武器馬具も盗み蓄え、諏訪といえば天下の稲を喰らい、領主なく国境なく、奔放矢場のごとく、また流るるに道を選ばない出水の濁流のごとく、世を害す恐れもあります。彼らを用いないのは嘘です。国政の怠りでもあります。徳からそう存じていましたが、物が物だけに、良い機会もなかったのですが、この度こそは、殿のために、いや、もっと大きくは天下万民のために、これを用い、同時に一兵たりといたずらに存ずべからざる、ご直心の兵をば、より有意な時に備えておかねばなるまいと、愚行いたした次第にござりまする。何とぞ、藤吉郎の秘策、ご採用賜って、諸事の采配、大所よりご覧遊ばして、お任せおきくださりまするように。よし、よし。というばかりで、信長は、他に言葉も知らなかった。ただ、うなずくのみだった。仰天、木下藤吉郎を将とする、二打隊を加えても、約600にも足りない兵は、西の国境へ向かって発足した。次に、誰も彼が再び生きて帰る人間とは信じなかった。
第三章、龍子。龍が呼ぶと書いて龍子。その一、なんじゃろう。沿道の領民はのんびりと見送っていた。まさか巣の又へ出征の軍とは思いつかないのである。木綿藤吉米五郎座、隠れ柴田にのけ佐久間と歌にも聞こえている。その木綿藤吉が今日は馬上人数の先頭に大将となって通ってゆく。人数もわずかだ。それに貴子堂々と言いたいが、なんとなく士気も振るわない。正気がない。柴田佐久間などが先に巣の又へ向かった時はまさに貴子堂々、大変な勢いのものであった。それから比べれば領内の巡視か前線の一部の交代ぐらいにしか考えられない。おーい、清須から一二里、井の口を過ぎ、正岩寺付近まで軍が進んできた頃、後から追いついてくる一機があった。おーい、待てー。隊の後方にある二田頭が、よ、前田殿だ。そばの兵を前列へ走らせて、すぐ藤吉郎の方へ伝えた。休めという命令が前方から隊を一貫してくる。清須を立ってまだ汗ばむほども歩いていないのだ。隊後隊後の小野頭たちも気のない顔である。称賛のない出征だ。卒後のうちの顔色を見渡しても不安と無戦意がみなぎっている。おい、休むのだ。大川、余計なことを言うな。休むならいつだっていいさ。馬を預け、隊後の間を颯爽と通っていった犬千代の耳にも士卒たちのそんな声が入った。よう、犬千代殿か。藤吉郎は見かけるなり馬上からザクッと飛び降りて自分からも歩み寄った。犬山の方面はどんな情勢ですな。先に問われてしまったので犬千代も何か急に弱りげであったが、まだ片付かぬ。一時大軍生徒の仰せに軍を引いて虚しゅう帰ってきたと手短に告げた。その犬山の方面にも先頃から織田家の内憂があった。犬山の城主下野の神信清は織田一族だが、信長に対して反抗を持ち続けてきた。羽栗軍の和田とか丹羽軍の中島豊後とか、清須で用いられない不平組を語らって反旗を翻し、密かに美濃の斎藤家へ内通していた。同族だけに始末の悪い存在なのである。で、信長はこれを討たんと決心したが、後方から無限に美濃の斎藤方が助けるので、それに向かった岩室長門が戦死を遂げたり、同族いたずらに血を流すのみで戦のけじめはつかなかった。そうか、この際一時陣を引けとご命令になったか。それは賢明なご分別だ。藤吉郎は清須の空を見ながらつぶやいた。いや、それよりもだと犬千代は突っ込むように言い出した。これから向かわれる貴公の戦場こそ織田家の攻防の分かれ目だ。他ならぬ木下殿のこととわしは信頼しておるが、家中の不評、ご城下の不安、一通りでない。心配のあまり追いかけて越事を申しに来たが、よいか木下。将となって一軍を指揮するとなると、今までの貴公とはその双肩に負ってゆく責任も違うし、軍配の手心もよほど変わるぞ。いいのか木下、腹構えは。休んじてくれ。覚悟のほどをしかとうなずいてみせながら、藤吉郎は重ねて言った。一策があるのだ。だが犬千代はその一策を聞くと、それこそ不安なのだと言わぬばかり眉を潜め、お主訓命を受けるとすぐ手飼いのゴンゾに馬を与え、八塚村へ使いに飛ばせたそうじゃの。聞いたか、市中の日を。実はネネ殿から、
漏れるはやはり女の口。怖いな。いや、出陣の祝いに角を差し覗いたところ、今朝未明に熱田の宮へもう出て、お主の武運を祈って戻ったところとか。ちょうどゴンゾも居合わせたので、ふと話の端に出たのじゃ。しからば、手前の腹中も、語るまでもなく、お名札がついたでござろう。読めておる。しかし、大丈夫かの。頼みの相手方は、常軌を逸した、信氏の輩だぞ。下手に組んで手を噛まれるようなことはないか。そのあたり、司祭はない。では、なんと工事をもって条件としたか知らぬが、お主の書状に対して、八塚村の信氏の頭目は、うんと承諾の旨を答えてきたのか？他言をはばかる。ん？機密か。これを見てくれ。具足の下から、一冊の手紙を取り出して、藤吉郎は黙って犬千代の手に渡した。昨夜、ゴンゾがもたらした、八須賀小六の返書なのである。犬千代はそれを目読していたが、書面を返しながら、驚きの目を相手の顔に据えたまま、しばらく言う言葉を知らなかった。お分かりであろう。木下、何か。分かったが、それは断り手紙ではないか。八須賀の一族は先代以来、斎藤家とは切っても切れぬ旧縁のある間柄。織田に加担は義においてできぬと、明白に断りの書いてあるものを、お主どう読んだのだ。字のごとく。いや、すまん。不意に頭を下げて、手前の住人を案じて、これまで後を追ってそうお尋ねくださる遊戯に対して、甚だ不挨拶を申すようで恐れ入るが、いささか思案もござれば、どうぞご懸念なく、留守方のお務め、しっかとお守り願いたい。それほどまでに申すなら、自信もあることだろう。しからば、お元気に参られよ。かたじけない。藤吉郎は、そばの侍へ、前田殿の駒を引け。と、言いつける。いや、ご会釈に及ばん。先へお召しなさい。ごめん。と彼が馬上へ帰った時、犬千代の駒もそこへ引かれてきた。おさらば。馬上からもう一度会釈して、藤吉郎はそのまま駒を進めた。彼の旗差し物にはまだ何の印もなかった。無地の赤旗が幾流か兵馬の間に立って、犬千代の呆然たる目の前を流れていった。さらば。との声ももう届かないが、班長も行ってから藤吉郎はまた犬千代の姿を振り向いていた。初秋の明るい日が笑っている白い葉を見せているではないか。強いてではない、いかにも自然にその顔は笑ってゆくのだ。赤トンボの潮流が青空をすがすがに巡ってゆく。犬千代は黙々と一人駒を清須の方へ返していった。苔の深さに驚かされる。立ち入ること禁断の寺院の庭のように、ここの土豪屋敷の広い庭にも何百年か知れない青苔が一面に眺められる。石の陰には草竹、泉には芙蓉の花、秋の昼である。寒弱そのものであった。よくも続いてきたものだ。庭へ降り立つと、小六正勝はいつもそう思う。大英、大英の昔から住んできて、今に至るまでの祖先と現在のつながりを思う。俺の代も、ついにろくな家名も起こさず終わるのかな。だが今の時世にこれだけのものをなくさずに持ちこたえてきただけでも、ご先祖は良としてくれるかもしれん。そう慰めながらも、一面には自分の本質のうちになお慰めきれない皮肉の端が
常にあるらしく見られる彼であった。そういう静かな日の彼や、四方鬱蒼に囲まれた一条閣にも等しい旧家の佇まいを眺めただけでは、ここの主が怪盗軍の野に潜む二千余の祭楼を買って、美濃の闇を股にかけて働き、戦国の裏道に出没して領主の力でも抜くことのできない地盤と勢力を老子として持っている信氏の頭とは考えられない姿であった。亀一。庭を歩いていた小六は不意に母屋の一つの部屋へ向かって叫んだ。亀一、支度して来い。今年十二歳になった小六の嫡男亀一は父の声を聞くと、はい、すぐ袴の桃たち取って室内から二本の稽古槍を抱えて庭へ降りてきた。何しておったか。本を読んでおりました。書物ばかり読みふけって一向武道はおろそかではないか。亀一は目を伏せた。小六の豪骨とは違って柔和で知的な太刀であった。自分の跡目にこういう世間並みには良い僧侶を持った小六はかえって憂いであった。配下二千余の信氏はほとんど無学の反骨が多いのだ。精悍剛猛な野人ぞろいなのだ。それを討御できなければ八須賀一族は支えてゆけない。猛獣の仲間では弱肉強食は当然の理だからである。で、小六は自分と似ない子を見るたび、これでは行く末のほどもと亀一の従順な天性や高額な才をむしろ嘆いて、暇さえあれば庭へ立たせ、自身の猛気や勇壮の血を武芸によって注ぎ込もうとするのだった。槍を持て。はい。いつものように構えて父を父と思わず突っかかってこい。小六も槍を向けた。ことも思わないような目で。行くぞ。恐ろしい父の声に亀一は気の弱い瞳をすくめて後ろへ下がりかけた。途端に呵責なき父の稽古槍は亀一の肩を激しく突いた。亀一はあーっと叫ぶなり、槍を放って仰向けざまにもんどり打ち、そのまま昏倒してしまった。あれ、ひどい。彼の母の松波は一窓口から我を忘れて庭もへ駆け下り、亀一の体を抱き上げておろおろと、どこぞ打ちはしなかったか。亀一よ、亀一よ。夫のあまりな手荒を恨むがごとく、水よ薬よとしもべたちへ呼び立てた。バカ。小六正勝は妻を叱った。何を泣く、何をいたわる。お前がそのように育てるから亀一も重弱になるのだ。死にはせぬ。やるな、あっちへ行っておれ。水や薬を持ってきたしもべたちも小六の峻厳なその顔つきに虚しく遠くから見ているだけだった。妻の松波は涙を拭いた。その懐紙で泣いている亀一の唇から流れる血を抑えた。父の槍で突き飛ばされた弾みに口を噛んだか石にでも当たったものであろう。いたかろう。どこぞ他にも打ったところはないか。どんな無理も不平もその場では夫へ口答えはせぬ妻であった。いや、時代の家風だったと言ってよい。ただ涙になる。亀一はようやく気がついて、治りました。もう何でもありません。母上、あっちへ行ってください。槍を持って痛みを噛みこらえながら再び立ちかけると、そのけなげぶりが初めて父の心にかなったか。よし。小六はニコと表を和らげ、その息で来いとさらに励ました。するとその時、家人の者が慌ただしく中門から回ってきて、小六へ向かって告げることには、ただいま、織田信長の使者と称する者が、
死者にしては友も連れずにただ一名で、御門に駒をつなぎ、ぜひみつみつお目にかかりたいとの申し入れですが、なんと計らったものでしょうか。それがまた変な男で、と取り次ぎの家人は言い出した。ただ一名、ずかずか門内へ入ってくるなり、かなたこなたを不遠慮に眺め回し、はあ懐かしいな、などと言ったり、いつも変わらず山鳩が鳴いているの、この柿の木が大きくなったのと、一人がてんにたわごとをつぶやいているてい、どうも織田家の使者とは受け取れぬ様子もあるので。コロクも首をかしげて、はてな、しばらく間を置き、生命は木下藤吉郎と申しました。にわかに不信が解けたように、そうか、いやわかった、先頃書面をよこした織田の家来か、会う用はない、追い返せ。さもこそ、と家人は頭の言葉にうなずいて、一周すべく意気込んで駆け戻っていった。お願いがござります。松波はその塩に、亀一のお稽古は今日だけお許しくださいませ。まだ顔色が青ございます。口も腫れ上がって見えますれば。うん、では連れて行け。コロクは妻の手へ槍とことを預けたが、あまり甘やかすな、また良いことに思うて書物ばかり与えるな、と言いつけた。彼もそのまま書院の方へ歩み出し、靴脱ぎへ草履を捨てかけた。ところへまたさっきの家人が首を振りながらかけてきて、お頭、いよいよ不審な男です。どうしても立ち返りません。のみかいつの間にやら脇門を通って馬屋の方へ勝手に立ち入り、馬番や庭掃除の者など捕まえて、なれなれしく雑談などしております。つまみ出せ、織田家の回し者などなぜ容赦しておくか。あ、おっしゃるまでもなく、侍部屋の面々も出て、戻らねば土塀越しに放り出すぞと脅しつけましたところ、もう一遍取り継いでくれ。10年前、矢作川でお目にかかった日吉といえばきっと思い出していただけよう、などと言い、てこでも動く面構えではございません。矢作川で、どうしても思い出せないのである。矢作川といい、日吉といい、10年も前の路傍の一さじは、コロク正勝にとってもう念頭にもなかった。覚えはございませんか。ない。ではいよいよ怪しいやつ、苦し紛れの奇弁と見えます。心得ました。どうわかれば、こっぴどん上に合わせて馬もろとも叩き殴って清須へ追っ返してくれやしょう。たびたびの取り次ぎを煩わされて、家人は豪腹でもあった。見て俺、というかぼつきを持って、その姿が中の木戸まで駆け出したとき、なお書院の靴脱ぎに立ったまま考えていたコロクが、待て、と呼び止めた。お、なんかまだ、うん、ちょっと待て。ことによるとその男は猿ではないかな。猿、そういえば自分でも日吉でわからなければ猿とお告げくださいなどと言っていましたが、さては猿か、ご承知なので。とすれば、屋敷にもしばし通いて、庭履きや亀一の森などさせ、目端の効いたわらべであったが、けれど織田信長の使者で来たというのはおかしなわけで、下せぬが身なりは一角です。物の具に陣張りを着、よほど遠路からでも来たように、蔵あぶみまで露や泥にまみれ、弁当氷や旅具など結いつけておりました。まあ通してみろ。通しますか。念のため面を見てくるよ。コロク正勝はそのまま縁に腰掛け、やがて来るものを待っていた。織田信長の居城を清須とこことはわずか数里の間近であった。もちろん織田領の家であるはずだが、
小六正勝は信長に許さなかった。かつて織田家の六と手は一粒も藩でいないのである。父祖この方美濃の斎藤家とは助け合ってきた仲だ。信氏とて義は固い、いやむしろ義と京都善諾の風を重んじることは乱世の部門より勝っている。殺伐略奪はそのなりわいとしても、一族は親子のような関係に結ばれていて不義軽薄を許さない。彼はその鉄則の上にある大家族の家長なのだ。先に山城の神道さんは養子の義達に殺され、その義達も去年病死したりして、美濃は内紛に次ぐ内紛の乱れにあり、事実小六への影響としても、道さんの財政中は仕送っていた年々の六枚や何かの手当も、その後は耐えているのである。もっともそれは斎藤家の意思よりも、織田方の作戦が当然、美濃との通路を遮断しているためでもあった。小六はしかし、領土は断たれても義は断たなかった。むしろ反織田の規制を高め、近年では犬山城の下付の神信清と通じて暗に信長への離反を助け、織田領内の混乱を企てたりしている闇の暴将でもあった。連れ参りました。中の木戸から取り次ぎが言う。万一があってはという用心からであろう。表方にいた彼が、手飼いの信氏五六名が物々しく一人の客を囲んで通してきた。次郎と小六は見やりながら、これと大きく顎を引いた。やがて小六の前に一個の平凡なる男が立った。挨拶も平凡な世間並みに、どうもしばらくでしたと一礼して言う。小六はその顔を穴の開くほど見ていたが、おお、やはり猿だ。なるほど、面差しはそう変わってもいないとつぶやいた。思っていたほどは変わっていない面差しに引き換えて、あまりにも変わった藤吉郎の姿には彼の目も驚かないではいられなかった。10年前の矢作川の一夜を小六は今はっきり思い出した。裾の短い白木綿の着物一枚に、首や手足もたびやかにまみれ、泊まるにも銭もなく飢えて川辺の船に寝ていたらしいが、手下の者が揺り起こすと恐ろしく気の強い大言も放ったので、こいつらと手下の向けた下げ眼道でまじまじと見つめた、その時のひいな少年の姿を小六は今ありありと目に思い浮かべていた。いや、その後はつい。藤吉郎は腰低く、以前の自分と今の自分と何らの隔ても意識しない様子で、ついご無沙汰いたしました。いつもご健勝の体で何よりです。亀市様にも定めしおみ大きくおなりでございましょうな。お内室様もお変わりございませんか。いや、もう10年一瞬。ここへ伺ってみると何もかもお懐かしいものばかりで、と言った。そして心から懐かしげに庭の木々を見回したり、矢の胸を仰いだりして、あの石井戸の水を毎朝汲んだものだとか、そこの石のそばであなたに叱られたことがあったとか、亀市様を背負ってよくセミ取りをしましたとか、そんな懐古ばかり語り出したが、小六の様子はそんな思い出話に少しも打ち解けなかった。絶えず彼の一挙一動に目を注いで、やがて言葉もいかつく、猿と昔ながらに呼んで、我は侍になったのかと姿を見ればしできっていることをあえて尋ねた。それをまた藤吉郎は少しも不快らしくもせず、はい、ご覧のごとくまだ微力ですが、どうやら武士の端となりました。
お喜びください。実は今日は方々それも喜んでいただこうと思い、はるばる認知の須の又の陣からそっと駆け抜けて参ったのです。と言った。小六は苦笑して、ご時世はありがたいな。我のような男でも侍に抱えてくれるものがある。主人は誰か？織田上総介信長様です。あのじゃじゃ馬か。時に、藤吉郎はちょっと語気を変えて、つい私事の余談のみ、先に申し上げましたが、今日は信長の一家臣木下徳吉郎、実は密かに我が君の上位を対してこれへ参りました。そうか、我が使者か。通ります。ごめん。言うと徳吉郎は陣わらじを脱ぎ捨て、小六の腰掛けていた縁先の靴脱ぎからずっと上がって、書院の床の間を後ろに自分で上座を取ってゆったりと座り込んだ。ほう。小六は縁に腰をかけたまま動かなかった。上がれとも言われないのに、ずかずか踏み上がって書院の上座へ大きく座った藤吉郎の姿をそこから振り向いて、座ると呼んだ。さっきは答えたが、今度は答えない。藤吉郎はじろと目を向けただけである。小六は地気を笑うように、おいおい猿、あれはにわかに容体を構え直したが、ああ今までは一個人として挨拶したが、これからは信長の使者という格式であるぞというわけか。そうです。ではすぐ帰れ。立ち去れ猿。小六は靴脱ぎへ突っ立った。語気の荒さ、その眼差しも今までの彼ではなかった。我の主人信長はこの八塚村も領土のうちと心得ておるか知らぬが、八塚村はおろか海道軍の荒ましは小六正勝の手で収まっているのだ。その小六は祖先類代信長から一粒の泡だに食わせてもらった覚えはない。領主ずらして俺に望むなどは働いたい骨頂だ。帰れ猿。余計な真似すると蹴殺すぞ。はったとねめつけて、帰ったらそう申せ。信長と俺とは対等だ。小六に用あらば自身で来いと。わかったか猿。わかりません。何？哀れむべし、あなたもやはり無知な信氏の頭に過ぎなかったか。何を？小賢しい。小六は飛び上がって書院の中に突っ立ち、太刀の塚に手をかけて望みなぼした。猿、もう一度ほざいてみろ。お座りなさい。たまれ。いや、お座りあれ。藤吉郎が申さんとする義はあかましい。いや、それがしはあなたの無知妄昧を開いてやるのだ。教えるのだ。座れ。こいつが。待て、小六殿。太刀を持って藤吉郎を両断するなどは、場所はここ、腕はあなたのこと、何も急ぐに当たるまい。しかしそれがしも切ってしまったら、誰があなたに教えるものがあるか。バカなことを。思われ座れ。お座りなさらんか。小さい画集をお捨てなさい。真心持って徳吉郎が今あなたに告げ申さんとする義は、一信長や一八助などそんな小さい猫の額のような論議をしようというのではおさらん。まずお互いにこの日の元に生まれおうたことからの話だ。あなたにとって信長は漁師でないとおっしゃった。いや、至極の言だ。ごもっともなお言葉だ。徳吉郎も同感でござる。しかし不届きなのは、八塚村なら俺の領土だというあなたのお考えだ。間違っている。何が間違っているか。八塚村はおろか
尾張一国は愚か。つつ、ふらふら、いかなる変度たりとも、一尺の土たりとも、俺のものだという土は、この国においてはないはずでござる。ありと申すか、それとも、ありと申すのか、コロク。恐れ多くも、国土の上に白示す、大君について書く語り、吐く教えている、この方の前に、立ちぼつかんで棒立ちに突っ立っておる、ぶさ方があろうか。野人、礼を知らずといえ、あなたも二千の信氏の頭ではないか。座って聞け。腹の底からというよりも、彼の最後の一喝は、満身から発したように耳を打った。すると、家の奥まったところからである。不意に、コロク殿、座れ。座れには悪いぞ。と怒鳴ったものがあった。誰だろうか。主のコロク正勝も振り向いた。藤吉郎も驚いて、声の下方へ目を見張った。すると、中庭から差す青い明かりに、そこの奥廊下の口に佇んでいるものが見えた。半身は壁の影である。誰やら知れないが、衣の袖らしいのがちらと見えるのである。よ、えけえ殿だな。コロクが言うと、そうじゃ、と彼方で答え、室の外より失礼な差し出口であるが、ご領所の高声に何を言い争っておられるかと案じられての。幾分笑いを含んでいるらしく、なおもそこに佇んだまま、エケイと呼ばれた僧は言うのだった。コロクは穏やかに、いや、それはとんだお耳障りであったろう。お案じくださるまい。今すぐこのちょこざいなししゃめをつまみ出してしまいますれば。あ、待て、コロク殿。それまで立ち入るのをはばかっていた図の敷居を、エケイは思わず踏み越えてきて、よがやるな、とたしなめた。ここに客として泊まっていた旅僧でもあろうか、まだ四十前後の中年の僧だった。武士のような筋骨と太い眉を持っている。開けて目につくのは、その大きい赤い口であった。コロクは、我が家の客層が、かえって藤吉郎へ味方するような口ぶりに、和尚、何が両替か、と静止した。さればじゃ、そこにおられる使者の言葉には、背きえぬ道理がある。この郷土も、尾張一国も、すべて一信長や一八須賀のものではない。万女母の君の白示すものであるという、木下殿の件に、いなとあなたは言い切れるか。仰せられまいが、その国勢に不満なりといわば、万丈の君に逆義を抱くも同じことであると、またも彼の優絶にまくし立てられるに違いない。それゆえ、一応はお座りあって真理に屈し、使者の口上をとくとお聞きなされた上で、追い返すもよし、入れるもよし、ご思案あったがよかろうと、あのは存ずるのじゃが。コロクも決して無学文盲の野人ではない。日本の国ぶりがどういうものか、自分たちの血液がどこから流れ伝えてきて、事故となり家計となっているか、そうした国学の処方ぐらいは、十二歳の亀一の読書にさえあることだった。むしろあまりにわきまえすぎているために、かえって慣れて日常には改めて考えてみもしないことであったのだ。恐れ入りました。たとえ申す者が誰であろうと、大義の利に盾をついた孤独は愚かしいことでござった。改めて使者の口上を聞いてくれましょう。彼が落ち着いて座り直したのを見ると、客祖母のエケエも満足して、では、この席におるなど、野郎こそ旅外でござれば、
あちらへ引き下がっておることにします。が、コロク殿、その使者へお返事を与える前に、ちょっとわしの部屋までお顔を貸してもらいたい。ちとお話がござれば。と言い残して去った。コロクはそれへうなずいて、さて、死者の藤吉郎へ改めて膝を向け、去る。いや、信長の使者殿、一体このコロク正和に何の用事か手短に受けたまわろう。と言い直した。第四章、大気の僧。彼は思わず口を閉めした。三寸不乱の絶刀を持って、よくこの男を捕らえうるか得ないか、今が分かれ目であると思った。すのまたの築城も、自分の全生涯も、ひいては主家の工房も、すべてこの男が、うんというか否というかに、かけられている今だと思うと、実は、と固くならずにいられなかった。世の義でもありませんが、先頃、ゴンゾと申す小物を持って、一応ご意向を伺ってみた、あのことについてです。言い出すのっけに、その義なれば、返書いたした通り、はっきり断る。こちらの返書は、見ないのか、見たのか。にべもなく、コロクは彼の口上の出花をへし折った。見ました。相手の強行を感じると、飛ぶ吉郎は素直に一つ頭を下げ直して、ま、あの折は、それがしが私の所信、本日は、信長公のお旨としてお伝えするのでござる。誰からの恋であろうと、織田家に加担する意思はない。古禄の偏所に二色はないのだ。では、あたらこの地に、ご先祖がお残しあった門地を、あなたはご自身の代で滅亡に導くお考えですか。何？お怒りなされますな。小さくはこの藤吉郎も、十年前に一宿一般のご恩のあるお屋敷です。大きくは、時勢の上より見て、あなたのような人物が野に隠れて、陥られずにあるのが遺憾でなりません。孔子両面から考えて、八須賀の門地を孤立自滅させてしまうのは残念と存じましたゆえに、核は推算いたしたのです。いや、八須賀のために、私は昔のご恩返しに活路を開きに参ったのです。藤吉郎。はい。お前はまだ若い。下三寸をもって、主君の使いをする資格などはない。相手の腹立つようなことばかり言う。俺もお前のような小僧を相手に怒りたくもない。良い加減に帰ったらどうだ。使いを果たさぬうちは帰りません。その熱意は買ってやるが、苔の強引というものだ。ありがとうございます。しかし、苔の一心という語もよく味わってください。人力を絶した大行は、大概苔の一心に似ております。そのくせ賢者もあまり賢明な道のみは選ばない。例えばあなたは私より賢明だと信じているでしょう。しかるにこれを局外から見ると、馬鹿が屋根に座って火事を見物しておるようなものです。あたりに火が燃え広がっているのにまだ頑張っている。わずかに2000の野武士を持って、さる、そちはいよいよ俺の一刀を細首に望んでいるのか。あんの、危ないのはあなたの首です。義を立てるにも相手にこそよれだ。美濃の斎藤、何者ですか。君臣親子兄弟のあの内紛、骨肉同士が殺戮し合ってきたあの暴状、人倫の腐敗もあれほどなのは他国では見られない図でしょう。あなたにはお子はないのか、ご一族もないのか。さらに神戸を巡らして東海三河をご覧なさい。
松平元康殿はすでに織田家とは切っても切れない盟約を結んでおりますぞ。斎藤家崩壊の時、この八塚村にいて今川家も頼らんか。三河の遮断あり、伊勢を頼まんか。織田の包囲があって、あなたは誰を幹として獅子尊王の家紋を守っておいでになるか。孤立、自滅、それしかないではありませんか。小六はもう沈黙していた。呆れたように、また藤吉郎の雄弁にやや気を飲まれてしまったよぼに。が、しかし藤吉郎はあくまで誠意を表に表して言うので、相手を平芸したり演説を振るっている態度は決してない。とつとつと説く真心が熱となって雄弁に聞こえるのだった。重ねてご賢慮を願います。天下の人、心ある者、誰一人斎藤一族の不倫と便性に眉を潜めぬものはありません。その不義暴虐な国へ味方して自ら孤立を招き、自ら滅亡を遂げたところで、誰があなたを武門の本道に準じた人だと称えましょう。しかず、この際ご先祖以来の悪縁を斎藤家と断ち切って、それがしの主人信長様に一度お会いなさい。東大、海大に弓取り王子といえども、信長様ほどな人物はありません。釈迦に説法ですが、あなただって今の時勢がこのままでいるとはお思いになりますまい。恐れ多くはあるが、足利将軍家ももう是非なき末路とはお考えになりませんか。応仁の乱れ以来、幕府に服さず、官僚部に乏地できず、地方地方へ引っ込んだまま、おのおの事業を固め、手兵を養い、弓矢を研ぎ、鉄砲を蓄えなどしているのは、あだごとではございません。その多くの軍友の中に、誰が古い制度を一新し、誰が次の時代を立て直すか、それを知ることが、今日の生き方ではございませんか。初めて一つ孤独は自分に不祥不祥をうなずいた。さあ、ここです。とぼきちろうは膝を詰め寄せて、います。こういう時代にはきっと次の人物はいるものです。ただ凡眼に見えないだけだ。現にあなたの眼前には、織田信長様という英主が立っている。ただそれをあなたは斎藤家の義理立てなどと将棋に惑って大義を見逃しているだけだ。惜しいとそれがしは思うのです。あなたのためにも、信長様のおためにも。佐治承知は頭から拭い去って、大きく大所からお考えください。時に折もよしです。不祥とぼきちろうはこの度、角又の築城を仰せつかり、これを足がかりとして、美の討ち入りの先陣を受けたまわったのです。防所も優所も、織田家にも決して乏しくはありません。その中から、それがしごとき敬拝を思い切ってご登用ある一つを見ても、信長様が世評のような暴君でないことがお分かりでしょう。しかも仰せには、角又一条はそれを築き遂げた者に取らすであろう。その方、築き座りに上司となるべし、という仮名です。藤吉郎たる者、手につばして立たずにはおられません。今を置いて、我々この時に生まれた者が、いつ立つ時がありましょう。さはいえ、一個の力ではどうにもならない。そこであなたを引き出しに来たのです。歯に衣着せずと申します。自分はあなたをこの機会にこそ用いるべきだと思い、一命を落として引き出しに参ったのでござる。間違えば死も覚悟の上でござる。が、手ぶらでは参りません。差し詰めご配下への手当やら、
軍備として詐称ではありますが、三打の駒に金銀を積んできました。ご受領をくださればありがとう存じまする。藤吉郎が言い終わった時である。書院の庭先から小六に向かって、おじうえと言いながら平伏した見つけない武士があった。第四章、大気の僧。彼は思わず口を閉めした。三寸フランの絶刀を持ってよくこの男を捉えうるか得ないか、今が分かれ目であると思った。すのまたの築城も自分の全生涯も、ひいては主家の工房も、すべてこの男がうんというか否というかにかけられている今だと思うと、実はと固くならずにいられなかった。世の義でもありませんが、先頃ゴンゾと申す小物を持って一応ご意向を伺ってみたあのことについてです。言い出すのっけに、その義なれば返書いたした通りはっきり断る。こちらの返書は見ないのか見たのか。にべもなく小六は彼の口上の出花をへし折った。見ました。相手の強行を感じると、飛ぶ吉郎は素直に一つ頭を下げなぼして、ま、あの折はそれがしが私の所信、本日は信長公のお旨としてお伝えするのでござる。誰からの恋であろうと織田家に加担する意思はない。小六の返書に二色はないのだ。ではあたらこの地にご先祖がお残しあった門地を、あなたはご自身の代で滅亡に導くお考えですか。何、お怒りなされますな。小さくはこの藤吉郎も十年前に一宿一般のご恩のあるお屋敷です。大きくは時勢の上より見て、あなたのような人物が野に隠れて陥られずにあるのが遺憾でなりません。公私両面から考えて、八須賀の門地を孤立自滅させてしまうのは残念と存じましたゆえに、核は推算いたしたのです。いや、八須賀のために私は昔のご恩返しに活路を開きに参ったのです。藤吉郎。はい。お前はまだ若い。下三寸をもって主君の使いをする資格などはない。相手の腹立つようなことばかり言う。俺もお前のような小僧を相手に怒りたくもない。良い加減に帰ったらどうだ。使いを果たさぬうちは帰りません。その熱意は買ってやるが、苔の強引というものだ。ありがとうございます。しかし苔の一心という語もよく味わってください。人力を絶した太陽は大概苔の一心に似ております。そのくせ賢者もあまり賢明な道のみは選ばない。例えばあなたは私より賢明だと信じているでしょう。しかるにこれを局外から見ると、馬鹿が屋根に座って火事を見物しておるようなものです。あたりに火が燃え広がっているのにまだ頑張っている。わずかに2000の野武士を持って。さある、そちはいよいよ俺の一刀を細首に望んでいるのか。あんの、危ないのはあなたの首です。義を立てるにも相手にこそよれだ。美濃の斎藤、何者ですか。君臣親子兄弟のあの内紛、骨肉どぶちが殺戮し合ってきたあの暴状、人倫の腐敗もあれほどなのは他国では見られない図でしょう。あなたにはお子はないのか、ご一族もないのか。さらに神戸を巡らして
東海三河をご覧なさい。松平元康殿はすでに織田家とは切っても切れない盟約を結んでおりますぞ。斎藤家崩壊の時、この八塚村にいて今川家も頼らんか。三河の遮断あり、伊勢を頼まんか。織田の包囲があって、あなたは誰を幹として獅子尊王の家紋を守っておいでになるか。孤立、自滅、それしかないではありませんか。小六はもう沈黙していた。呆れたように、また藤吉郎の雄弁にやや気を飲まれてしまったよぼに。が、しかし藤吉郎はあくまで誠意を表に表して言うので、相手を平迎したり演説を振るっている態度は決してない。とつとつと説く真心が熱となって雄弁に聞こえるのだった。重ねてご賢慮を願います。天下の人、心ある者、誰一人斎藤一族の不倫と便性に眉を潜めぬ者はありません。その不義暴虐な国へ味方して、自ら孤立を招き、自ら滅亡を遂げたところで、誰があなたを武門の本道に準じた人だと称えましょう。しかず、この際、ご先祖以来の悪縁を斎藤家と断ち切って、それがしの主人信長様に一度お会いなさい。東大、海大に弓取り王子といえども、信長様ほどな人物はありません。釈迦に説法ですが、あなただって今の時勢がこのままでいるとは思いになりますまい。恐れ多くはあるが、足利将軍家ももう是非なき末路とはお考えになりませんか。応仁の乱れ以来、幕府に服さず、官僚に乏地できず、地方地方へ引っ込んだまま、おのおの自領を固め、帝兵を養い、弓矢を研ぎ、鉄砲を蓄えなどしているのは、あだごとではございません。その多くの軍友の中に、誰が古い制度を一新し、誰が次の時代を立て直すか、それを知ることが、今日の生き方ではございませんか。初めて一つ小六は自分に不祥不祥をうなずいた。さあ、ここです。戸部吉郎は膝を詰め寄せて、います。こういう時代にはきっと次の人物はいるものです。ただ凡眼に見えないだけだ。現にあなたの眼前には織田信長様という英主が立っている。ただそれをあなたは斎藤家の義理立てなどと将棋に惑って大義を見逃しているだけだ。欲しいとそれがしは思うのです。あなたのためにも、信長様のおためにも。佐治承知は頭から拭い去って、大きく大所からお考えください。時に折もよしです。不祥戸部吉郎はこの度角又の築城を仰せつかり、これを足がかりとして美の討ち入りの先陣を受けたまわったのです。防所も優所も織田家にも決して乏しくはありません。その中から、それがしごとき敬拝を思い切ってご登用ある一つを見ても、信長様が世評のような暴君でないことがお分かりでしょう。しかも仰せには、角又一条はそれを築き遂げた者に取らすであろう。その方、築き座りに上司となるべし、という仮名です。藤吉郎たる者、手につばして立たずにはおられません。今を置いて、我々この時に生まれた者がいつ立つ時がありましょう。さはいえ、一個の力ではどうにもならない。そこであなたを引き出しに来たのです。歯に衣着せずと申します。自分はあなたもこの機会にこそ用いるべきだと思い、一命を落として引き出しに参ったのでござる。間違えば死も覚悟の上でござる。が、手ぶらでは参りません。
さしずめご配下への手当てやら軍備として詐称ではありますが、三打の駒に金銀を積んできました。ご受領をくださればありがとう存じまする。藤吉郎が言い終わった時である。書院の庭先から小六に向かって、おじうえと言いながら平伏した見つけない武士があった。わしをおじとは。小六は怪しみながら庭先の武士に目を凝らした。平伏していた男は、お久しゅうござりまする、と表を上げた。ぎょっとしたに違いない。それは隠せない驚きを受けた顔だった。小六は思わず言った。いや、そちは、おいの渡辺天蔵ではないか。面目もございませぬ。どうしてこれは。生きて再び、お目にかかる折もあるまいと思っておりましたが、木下様のお情けで今日のお使いに駒の口取りを申し付けられ、これへお供してまいりました。何と申して。お地獄に背いて八塚村を出奔して以後、久しく甲斐の武田家に身を寄せ、ラッパの者隠密の仲間に働いておりましたが、織田の動静を探ってこいと命じられ、三年ほど前、清須の城下に立ち回っていたところを、織田殿の侍に看破されて、召し捕らえられ、久しく牢舎に放り込まれていたのも、木下様のお計らいで救われたのでござりました。では、今はこの木下殿に随人しているのか。いえ、牢舎から許された後は、木下様のお口添えで、やはりご女房内におる、関幕という採作衆の下に働いておりましたので、この度木下様が須の又へご出陣とあるので、望んでお供を仰せつかったのでござります。小六の目は呆然と、そういう老いの変わった姿を見ているばかりだった。変わったのは姿よりも老いの天祖母の性格だ。一族のうちでも凶暴野蛮で手に負えなかった老いが、何様見違えるばかり礼儀も正しく、眼差しも和やかに、善否を悔いて詫びているのである。10年、実に10年前だ。八つ咲きにしてもと、この老いの悪行簿に怒って、遠く甲州境まで一族を連れて成敗に追い回したものである。その時の憤りは、今の天祖母の実直な目を見ていると思い出すこともできない。血縁の情ばかりではない、天祖母自身の人間がまるで変わっているからである。おお、ついまだ後の話と思って申し上げずにおりましたが、お井戸殿のご歓喜はこの藤吉郎に免じ、どうぞ許してあげていただきとうござる。すでに今日では天蔵殿も火のない織田の家中、ご自身でも深く以前の罪を詫びて、ただ日頃おじごへ合わせる顔もない。八塚村へ帰るには、ただ平然と以前の面を下げては帰れぬと、あなたへ謝罪する折を口癖に申しているので、細ごとながらこれもちょうど折かと、わざとそれがしの駒の口取りさせて連れ参りましたわけ。血は水よりも濃いとか、おじおいの間柄、どうぞ以前のごとくご一族睦まじく、行く末のご繁栄をお計りあるように。藤吉郎にそばからそう取りなされると、小六も10年前の老いの罪をいたけだかに今言う気にもなれなかった。藤吉郎は小六の巨神になった隙を外さず、天蔵、二度に積ませてきた金銀を御門内に運び入れたか、と尋ねた。その天蔵へ物を言うときは、当然部下に命じる言葉であった。はい、おろしました。そうか、ではおもくろくとともにお目にかけよう。お物に申してこれまで運んでまいるように。と天蔵が行きかけると、小六は慌てて、
待て伝蔵、それを受けてはこの小六正勝の立場がない。織田家に随人を訳したことになる。出向いたす間しばらく待て。ついに彼の顔色は苦悶をさえ呈してきた。そう言うとついと立って奥へ隠れてしまったのであった。急に家の中がしんとしたように静かだった。人前へ戻って旅の日誌か何かつけていた絵景はふと立って、小六殿と彼の居間を伺った。見えないのでまた、こちらか。持仏堂を覗くと小六は先祖の位牌を前に腕組みして座ってきた。どうお返事なされたか、信長殿のお使いに。まだ帰りおらぬ。応対しておればおるほど面倒なのでほったらかしてある。帰るまい、あの様子では。絵景が口をつぐむと小六もいつまでも沈黙していた。この客祖母の絵景というのはあざなわ陽歩、秋の国沼田の生まれで、京都東福寺に入って祖母となったものである。良三年前から東福寺を出て諸国を巡借し、追われてしばらく駿府の家人の邸宅にいたが、吉本の死後、内政ぶりも面白くないし、前後に耳を貸す者などは稀なので、いつの頃かそこを去り、折伏八須賀村へ来たところ、小六正勝の家に法要があったので、そのまま半月ほど逗留していたのであった。小六殿、何か聞けば、今日見えた使者は以前この家にしもべとして飼われていた男じゃそうだな。猿とのみで名も知らねば、どこの馬の骨かもしれぬものも矢作川のあたりで拾うてきて召使っていたことがある。それが悪い。悪いとは？あなたの頭からその観念が抜けきれぬ。猿猿と顎で追いつかっていた頃の潜入手が妨げて、今のあの男の正しい姿が見えなさらぬのじゃ。そうであろうか。わしは今日ほど驚いたことはない。なんで？あの死者の顔を見た途端にじゃ。あの顔は世に言う異相というものだ。わしは好んで骨相を学び、人の相を見るのをなりわいとはせぬが、その骨相人品をもってその人間の人となりを察し、一人胸に畳んでおくと他日意外な役に立つことがある。で驚いたのだ。あの猿顔に？そうじゃ。あの男は下手をすると後日天下を動かすほどな人間になるかもしれん。この日の本の国でなければ帝王の僧と言ってもよいくらいだ。客僧、何を言うか。だからお笑いになろうと思って先にお主の頭についてお断りを告げておいたのじゃ。潜入しをお覗きなさい。人を見るには目で見ずに腹で見ることだ。もし今日あの死者を拒んで返したならば、あなたは百年の悔いを残しますぞ。どうして客層にはさような信念を持ってこんな他人の大事を断言できるのか。人相のみで申すのではありません。最前からのあの死者の言には耳を傾けて聞くべきものがあるからです。時世の方向を取るにあたって正義正道を説くところは神仏の胸にもかなっておる。しかもあなたの長別とあの剣幕にも屈せず、誠心誠意相手を切羽せんとするあの情熱は正直者です。あの容態は大器です。必ず後に大きくなる器と矢の王は信じて疑いません。小六は急に身を引いた。そして
正しく両手を使え。お言葉に服します。虚心坦懐、自分と彼の人物とを深く思い比べてみれば、明らかに手前が劣っておるようでござる。過去現在の生涯を一切捨てて、即座に心よい返事を与えてやりましょう。客層のご忠告のほどもかたじけのを存ずる。言い切って自分でもそこに新しい時流への方途を見出した予防に瞳を輝かした。はい、ご視聴ありがとうございます。